鹿野瀬駅は、新潟県東艦原郡に阿賀町向き鹿野瀬にある、東日本旅客鉄道番越西線の駅である。旧、鹿野瀬町の中心地にあり、かつては貨物扱いもあった。法務庁の関係で、快速、SL 番越物語も通過となる。当駅から津川駅までの間には、地滑り地帯が存在するため、当該区間では、SL 番越物語は、 時速3 0トルそれ以外は時速3 5トル制限を受ける。郡山と新津を結ぶ後に万越再線となる鉄道は、私鉄の岩越鉄道が免許を受けて、郡山側から工事を進めた。しかし1904年までに北方駅までを岩越鉄道が開通させた後、1九百六年の鉄道国有法成立を迎え、残りの区間の建設は、 国有鉄道に引き継がれた。国有化後、岩越線の名称で、新潟県側と福島県側の両方から工事が進められ、1914年11月1日に最後の区間となる野沢津川間が開通して、全通した。かの瀬駅はこの最後の開通区間に含まれる駅である。かの瀬にはかつて、1739年に発見されたと伝えられる。 草草鉱山が存在しており、明治時代になると、古賀財閥の創始者、古川一兵衛の手に渡って、大発展し、古賀財閥の源流企業である古賀工業の有力鉱山として創業していた。現在の門上温泉付近にあたる。鉱山では700人に及ぶ従業員が働き、小学校、郵便局、西岸巡査も置かれるなどの大きな町となっていた。かのせを通過する。 岩越線を国有鉄道が建設するにあたり、か野瀬に駅ができるかどうかは当初は確定していなかった。しかし、岩越線が着工する頃に、小賀工業の副社長を務めていた原隆氏が内務大臣であったことの影響もあり、か野瀬に駅が設置されることが決定された。駅は集落を貫いて設置されることになり、10個の移転が発生したが、その移転費用も半分ほどは、 小賀工業が負担したという。ところが、鉄道が開通する頃になると草草鉱山は衰退、枯渇し、鹿野瀬駅が開業した1914年に閉山となって、結局小賀工業がこの鉄道を利用することはなかった。その後、1925年から、東新電機が阿賀野川において、水力発電所の建設を開始し、鹿野瀬ダムとその発電所を完成させた。 そのために、かの世紀から専用線が伸ばされ、盛んに資材輸送が行われた。発電所で発生した電力は、当初は東京に長距離送電を行う計画であったが、発電所の完成した1928年は昭和金融恐慌の真っ最中であり、そうした電力需要は望めなくなってしまった。そこで、東新電機と東京電灯、 鈴木商店の共同出資で昭和肥料が設立され、カノセ工場が建設されて、この電力を用いてカーバイドから肥料となる石灰窒素を製造するようになった。さらに1936年には昭和合成が設立されて昭和肥料からカーバイドの供給を受けてアセトアルデヒドを経て作産を生産する工場を隣接地に稼働させた。 この両社は後に昭和電工となる。この昭和電工可能性工場の稼働により可能性は大きく発展し、調整も駅の利用客数も工場の稼働と共にするようになった。昭和電工可能性工場の前世紀は1950年代頃であり、工場の従業員は2500人を数え、駅の乗降客数は1日4000人を超えた。朝の通勤ラッシュは 大混雑となり、列車から降りた人の先頭が、駅から約500メートル離れた工場の門に、たどり着いているのに、末尾はまだホームに残っているほどであった。貨物も、製品の肥料やコークスなど、一日約400トンが、取り扱われた。さらに、製品原料である石灰石は、小鼻地付近で採掘して、作動で工場に搬送していたが、1958年頃から、 北陸本線大見駅からの貨車輸送に切り替えられた。これにより貨物取扱いがさらに急増して1961年には1日1100トンを超えるようになった。こうした貨物は津川方から工場に入る専用船で運ばれた。肥料である石灰窒素は単価が安く企業収益への寄与が限られることから 第二次世界大戦後の消費生活の発展に伴って需要が増大していた有機合成化学品の生産に注力するようになった。カノセ工場では1959年に石灰窒素の生産を廃止し、以降有機合成用途の作産の生産が中心となった。しかし、石油化学方式が導入可能となり、エチレンを直接参加して、 アセトアルデヒドを生産可能になったことから、昭和電工でも山口県徳山市に石油化学方式のアセトアルデヒド生産プラントを1965年に稼働させた。これにより、カノセ工場では石灰石からカーバイドを経由したアセトアルデヒド生産が中止となり、徳山工場からアセトアルデヒドを輸送しての作産製造が中心となった。さらに、 カノセ工場でアセトアルデヒドを生産する際に、アガノ川に排出されていた排液に有機水銀が含まれており、アガノ川川口付近を中心に有機水銀中毒患者が発生する公害病の大に水俣病を引き起こした。こうした産業構造の変化と公害病の打撃により、カノセ工場は分社化され、カノセ電工となり、工場は縮小に転じた。 1980年時点では、工場の従業員は約300人ほどとなり、鹿のせ町の人口は最盛期から半減した。駅の乗降客数も1日800人ほどとなり、貨物は鉱石やコークスなど1日約420トンとなった。1985年に貨物扱いは廃止され、その後列車交換設備も撤去されて、無人駅となった。かの電光はさらに、 新潟昭和となり、2019年時点では従業員100人程度となっている。駅舎に短式ホーム一面一線を有する地上駅。以前は島式ホーム一面二線となっていたが、現在は交換設備は撤去されている。新津駅管理の無人駅。駅舎は待合室のみとなっている。他にはトイレ、自動販売機、公衆電話などがある。 阿賀町内のバス路線図。時刻表は、新潟交通観光バス、津川エリアを参照。最寄りの停留所は駅を出て北東に、徒歩5分ほどの、鹿のせ電光前バス停になる。2019年4月1日現在、新潟交通観光バスにより、以下の路線が運転されている。ありがとうございます。